いや、ここ覚えてる覚えてるって言ってる。ここ覚えてるいや、覚えてる。覚えてますよ。ちょっと早いです。もう嫌われるってこんないっぱい出てきたの。谷が多いんで頻度がそろそろ谷さんくださいになってないですよ、まだ。あ、そうか、コメントでちらほら出てから出てから、なんか今、家賃70万男を出してください今、周期的にはそっちなんで。あ、そうか、ちょっと早いです。そうか、はい、で、間でなんか渡りとか。あ、そうです。なんかヒコロヒーさん読んだりとかしてからちょっと多いです。いや、でも欲してんのよ。何ですか、何ですか、何の話ですか。懐かしいなと思って、だってこの時期に谷さんがちょっと居候し始めて。はいはいはい、居候、同居ね。同居、そう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 。居候じゃないそのプライド僕もコンパとかあるんですよダメだ。あ、ダメか、はい、そうか、同居ね。そう、ダサいもんな、そうなったらだからその中で住むみたいな時あったやんか、はいはいはい、ありましたね。そう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 。で、なんやろ、すごい覚えてんのが、もうお風呂が共用やんか。いや、あのお家がね。そう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 、はい、だから一回やったんが、はい、風呂をその毎日入るみたいな基準忘れすぎていや、あのお風呂、そもそも言いますけど、うん、あのお風呂が、うん、あの大家さんに許可を取ってとか、ちょっとお金払ってみたいな、ちょっと気まずい思いして入る風呂やったんで。そうそうそう、僕らもちょっとこそこそ風呂入ったり、怒られへんタイミングで入ったりしてたんで、1日1回入るっていうのは全く習慣づいてなかったんですよね。そうそう、実際。ほんで、まあお風呂入ってで次の日に谷に今日銭湯行かへんって言ったら、たまたま道であったんですよ、街の。あ、そうそうそう、まあ、さっきの場所ぐらいのところで、今日お風呂行かへんみたいな、はい、行こうやみたいな感じで言ったら、いや行かないっすよみたいな、いやいや風呂行こうやって言って、いや行かないっすよ、いやいやいや風呂行こう、どんだけ風呂入んねん昨日入ったでしょ、昨日入ったでしょどんだけ風呂入るっすか岡田さんおかしなってます、おかしなってます。ほんでそれを、いやいやどんだけ風呂って言ったら、いや毎日入るもんやでって言っても、なんかあんま分かってない俺ほんまにもうボケじゃないですよ、マジで。おかしなってどんだけ汚なったみたいなもうええよ、昨日一緒に行きましたよ風呂、もうええですよってなって。そうそうそう、俺ボケぐらいに思いましたもん。いや俺はほんまに入ったって言われた時、全然何言ってんねやろって、また風呂入ってんの、セックスしたんかなと思いましたそんな頻度で入ります。そうか、チンチンがね、ちょっと汚れますもんね、セックスするとちょっとじゃないですよ、え、めっちゃ汚れますよ、めっちゃ汚れる。お互い様ですけどね。確かにね、そのやり方にもよるけどね。え、そのゴムをあらかじめしてるかどうかによるけどゴムしてるちびすけべシャイでも言いたい、でも言いたいやつ、でも言いたい、でもちゃんとやっていうことは主張したい、舐められたくない、舐められたくはない、じがあり、ちびすけべシャイエゴイズムちび懐かしいな、懐かしいな、懐かしいな、懐かしいな。いやでもこんなんもありえへんかったよ、二人でいるとき、あの当時。あー、確かに、だって登録、ありがとう、言うても、うん、僕がいた時1000人ちょいとか、うん、2000人いかんぐらいの、うん、パンプキンポテトフライチャンネルぐらいでした。誰がやキャンキャンキャンってなる蹴られた猫やないキャン猫蹴んなよ。いや、じゃあ俺が蹴ったわけじゃん、ちょ蹴られた猫、そんなんあるなと思ってアニメのシーンでこうギャンってなってる。いつのアニメ60年代前髪ボリュームボリュームの時前髪ボリュームアニメ見てるやん、ね、髪の毛伸びましたね、ほんね。なんだ、あ、でも髪切ってるね、髪切りましたけど、すごいロン毛やったもんね、こんなんじゃなかった、そんなの見てないですよ。それやったらうんこついちゃいましたエピソードしてるの便座にうんこついてて、あのあ座った時ね、そう、後ろについちゃいましたエピソードしてるんで。お母さん伸びましたね、僕も。そうそう、毛がすごい、だからうんこついてるもん。え、そうそう、ケツの位置高ケツの位置高尾大沢高尾と、ね、大沢高尾とケツの位置高尾がね、夢の共演寛容なテレビ、ね、でもあれなのよ、うんこつくみたいなのはないけど、俺ほんまチンチンがちょっとでかすぎて、はい、また言ってるやんいや前回も言ってたやん、激辛食った後にあのあれなのよ、こう痛いのよ。何がすか、あの
辛さがケツの穴から伝わって、はい、チンチンピリピリする でかかったなるやつな。いやケツはなりますけど、ケツなんねんけど、はい、チンコがでかすぎてその的が多分でかいんでしょうね。ああなるほどね。そうそう、だからもうピリピリするね。こうあったかなったらどんどん外にも出ていきたいな、うん、ご時世的にみたいなのありますけど、うん、単純にもう外で飲みたいですし、ね、そうね花見とか行きたいし。花見なんて全然行ってないよ。めちゃくちゃ行きたい。花見ってでもあれやんな、寒いよ。いやほぼしたことないです。ほんまあれいつも忘れんねん。寒かったこと過去絶対寒かった。あの夜ブルブル震えるそう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 タイプでしょ。そう、あとその自分のブルーシート見つけられんで、うん、考えきれるみたいな。いやそうそう、うん、ほんまに全部忘れてる。風強いとかあと意外と綺麗ちゃう。そうそう。シンプルな、シンプルにそもそもあんまりそのよ横グループの女の子が可愛いっていうメンバーに言うね。いや俺のメンバーめっちゃ可愛い。いやおるけど俺が行くメンバーはめっちゃ可愛い。可愛い人しか。